パチチッパッタタパチッタエムラジ、o n ダイエットしてるのにダークチップフラッペチーノ飲んだから腹痛い <laughs> <laughs> ダークモカチップフラッペチーノや <laughs> バチ当たった <laughs> バチ当たったなうん確かにでも誕生日でいっぱいみんな LINE ギフトくれてなんか使わなあと思ってスタバのねそう お手軽やもんなよう送る私もでもさ金額パンパンいきたいやんうんもったいないからなそううんって思ったらダークモカチップフラペチーノやってんなもう一回やってみダークモカチップフラペチーノが一番こう余らずにやれるんやちょっと余ったちょっと余った期間以内にっそう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 とうそうそうそうんうそうそスそう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 そ はいはいはい。で、あれ期間限定のやつなんや。期限あんねん。うんうん。で、期限やっぱり過ぎたくないから。うん。結構もうこんもりなんか甘いの乗ってるやつやっけえっとな、クリーム乗ってて、うん。チョコチップがな、ばらついてる。ばらついてて。フラペチーノってことはあの、シャリシャリのやつやんな。うわぁ。腹痛となるなれ。うん。ダイエット頑張ってんのにな。ダイエット頑張ってんの。ああいうのはやっぱカロリー高いんかね。 冷たいもんっって結構ちゃうねだから結構早めに飲んでん早めに飲んだら吸収あんまよくないかなと思ってゆっくり飲む方が吸収していくから体内に残る気がして早く飲んでね早く飲んで腹痛なるだけやろすぐ出すみたいなことがいいんじゃないかと思ってんけどそんなんじゃないなそれより痛いが勝ってるなただただもう早めに冷たいものを飲んだっていうだけやもんなあそう確かにな 美味しかったけどね。<laughs> 美味しかった。順調なんですか大悟は。いや、でも、先週も、うん、あの、紅生姜来てくれたやんか。うん、で、来てくれて、うん、その後、紅生姜は食べても腹くださんかった紅生姜ダブルマシンガーのや。<laughs> マシンガーの <laughs> 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 うん。わ、うん、あ、大丈夫。その、終わった後、うん、ご飯行って。 二人とええ、二人と。なんかのうさんはなんか作業があるって言ったから、うん。大忙しですわ。だから、その三人でご飯行こうって言って。あの、かおたんはいはいはい。あの、赤タイ料理ですかタイ料理中華ですね。うんうんうん。あの、バナナマンさんが御用達。ああ、そうなんや。え。ラジオとかでめっちゃ言ってはるみたいなんで。へえ、有名なところそうそう、有名やから。うん。なんか稲田も、あ、バナナマンさんのところや。みたいな感じで。なんか行こうってなって、うん。行ったら、うん。あの、 ちょっっと待ててその人がね並んでたああ遅い時間やのにあの時間でもすごいな10時半か10時半やないつも9時やったからでも11時前ぐらいやったのにまた並んでてで「わ並んでるわ」ってなってんか稲田のリアクションがよく分からへんねんけどさ「わ並んでるわちょっとどうする?」みたいな「店変えようか」みたいに言ったらんかくねり出して。 なんか、稲田が、体を、体くねり出して。くねらせて。ああ。ああ、みたいなちょっと言ってんの。まあまあ、だるい、だるい。いや、だるいけど、あんなにくねらすんかな。あんまないよな。先輩がここ行こうって、つまんでて。行く方やもんな。それ、くねっていいのは先輩だけやもんな。あそうそうそう。後輩たちが、まあ、どうしますよって。ってなるのはいいけど、稲田が、 えらいくねらすんは違うけど。と思ってで、ああうん、どうしようか思って。稲田が権利持ってるみたいやな。<laughs> その並ぶか、並ぶか見せ替えるかくねるかの三択を持ってるかのようやんな <laughs>、うん。ずっと結構くねってて、くねってるから、なんか前に並んでた人に、うん、あの、どれぐらい待ってますかって聞いて。ほうほうほう。だったら5分ぐらいで、 今いたから片付その次やってほどその次やってその二組目な。じゃあもうちょっと待つかみたいなやってでその時待つかってなった瞬間シャンとして。うんうん。で嫌なんやね物事が決まってない時にその思考と同じようにくねるんじゃそうなんかなと思ってでその前おった人が入っていってで次店員さんなんかそのうちら何名様ですかみたいな来てでも今いっぱいなんですみたいな。 どれぐらい待つか分かりませんみたいな言われてん。で、その時に、え、やっぱり店変えるって言った時に、またくねり出した。あ、くねり出したん決まってないから。物事が、何でくねってんのやろな。その、決定してないという事実なのか。そうだから、そう。その選択肢がある時は、くねるってことくねり出して。頭に映画くんちゃんに行こう。 で、その、体を持っていってるじゃん、その2個に。こう、ま、天使と悪魔じゃないけど、こう、頭の右上と左上に何かをこう浮かべて、ど、こう、自分の体に、ちっちゃくなんか言ってね、あ、あ、カウタン、カウタン、カウタン、せっかくやし。言われてんみたいな。ずっと言って言われてん。でも、なんとなく誰が決めてる感じやったん、それは。ま、松またんつうのは。え、どうしようかって言って、ちょっと待ちながらじゃあ探そうか、みたいな感じで、 うまあクマプロが多分携帯ババってやっててそのうちもずっとくねってんねんけど稲田は。でもなんかパッて見たらんかもうお会計しそうなところがあってあっいけるんじゃんってなってそれが見えた瞬間またピンってなってだからもう2択を選んでる時は完全くねるっていう。 修正が分かった。なんかな、うん、か、もう気分悪いっていうアイテブースでくねえる可能性も全然あったかもしれへんな。で、もまあ、その、店入って、うん その、熊プロも熊プロでなんか変、変というか、なんかまあ注文しようってなった時に、けど何が有名か分からへんから。はいはいはい。店が有名なことはか知ってるってなって、で、前に並んでたおっちゃんが、なんか、ネギチャーシューがうまいよ、みたいな。ほう。だけは教えてくれて。じゃ、とりあえずネギチャーシューは言うかってなったけど、他何やろ、みたいななって、なんか、ちょっと横の人のやつとかをチラチラ見たりしてたけど、急になんか熊プロが立ち上がって、うん。 怖っ,て言って。<わ>伸びしだして怖威嚇やん。<laughs> 熊の伸びは威嚇やで。<laughs> 目を、目を背けんと逃げなあかんやつだっけ。<laughs> 目そらしたらあかんっけ。<laughs> 目そらしたらあかんんな。うん、で、なんか、え、何してんのみたいなって。うんうん リサーチ、リサーチ、みたいな。言ってて。あ、悪にしてる。いや、バレるって。絶対にバレるよ。新喜劇やん。演技が。めっちゃ伸び、めっちゃ長い伸びをして。あ、餃子、ラーメン。いやいやいや。桜毛の炒めも、もう、みたいな。絶対にバレてるから。座って、あの、 餃子、ラーメンキクラゲの炒め物それが多かったですみたいなほんまか食べたいもんに目いっただけじゃないって、うん、<laughs> 言って <laughs> あのリサーチしてくれたりでそのメニューをそのまま頼んだのいやけどまあチャーハンと餃子、うん、と、うん うん、チンジャオロース。うん、全然聞いてない。<laughs> リサーチ、全、結局さ、もう、ネギちゃも好きなだけど。食べ、<laughs> 食べんねやろ、別に。うん<ー>。リサ<あ>ーチ。<laughs> <laughs> それで、いけてると思ってんのが怖いな。ええ、怖かったね。だから、選手の話じゃないけど、うん、その、すっぱだかで、うんうん、あの、窓の、カーテンまだ買ってない窓の前を横切るのも、いけてると思ってるの。いけ、うん、てると思ってたで結構、 マプロは、いけてると思って生きてんやろな、いろんなこと。そうと思う。ある意味幸せやでな。うん。別にいけてなくてもさ。なんか最高そうやったで。なんか、常にうん。喋ってた。そうなんや。幸せ、幸福度が高い人なの。高いと思う。あの二人は稲田は低いっしょ。稲田はそこまで、なんか。でもさ、なんか、これはもう当事者じゃないけど、稲田が人の文句言ってるときなんか楽しそうやな。生き生きしてないか。 な、なやろうな、あの、まあ、い輝いてるっていうことな感じで、うんじゃ、本人はもう、最悪って言ってたとしてもさ、こっちはなんか、いやー、さすが稲田やねーっていう、油う、乗、うん、ってるねーっていう感じしちゃうからな。なんかずっと、不幸であってほしいけどね、<laughs> 稲田に関しては。あんま幸福になられても、<laughs> そうか。まあ、言わんかもしれんけどな。うん、これも、どっかでべったかもしれんけど、稲田が、うん、 まあ、こういうとこが好きやっていう。私は稲田のこういうとこが好きやとか、こういうとこの稲田ってこういうとこあっていいよな、みたいな話を稲田にしたら、その、嫌やねんって褒められんのが。もうもうどうしたらいいか、もうええねん。な、その、何褒めて。な、なんじゃねん。か、綺麗出すでんやけど。むっちゃ可愛いよいや、稲田、その褒められて綺麗のは違うぞ、とか言って。その時、荒川ちゃんもいて。そうですよ、って言って。 あの、ミキネちゃん、ちゃんと褒められたらありがとうですよ。<laughs> 怖い親みたいなこと言うてん。いや、まあ、分かれへんもその。ええー、ねもうそんな話。何がおもろい。褒め、褒め屋って何がおもろいんすから <laughs> いや、別に、こんなとこがええやんとかっていう話してるだけええやんっていう話をしててんやけど。<laughs> うん、まあま、違うやな、ちょっと熊プロの,性格っての。ま、違う。あと、ちゃうと思うよ。うん、なんか熊プロ最高そうやった。なんかその後、うん、うち熊プロんち行ったや。うん。その、 カーテンのないそうカーテンのない家に稲田はちょっと明日朝早いからお先帰るっつってじゃあちょっとうちはマプロンチで飲み直そうかなと思って行ってで行ってんけど結構もう本棚とかで言ってたよね窓は埋まってたけどこれそもそもさカーテンの役割はしてるけど窓で窓埋めていいん窓ってあってほしいな まだ <laughs> が欲しい時も <laughs> あらな。全部、うん、結構大きい窓を全部覆ってたね。あのテレビの箱で覆ってたしな。うん、あんまあの入らんところはその本棚がないところは、うん、それでええんや、うん。そうそうそう。うん、でなんかその何？間接照明を最近その買ったみたいに。 赤にいろんな色になるやつねでそれ実演されてああこのように見てくださいったくらんでおりますこんな色にもなりますみたいなやってくれてでんかそのでもテンポ変わるテンポ早いんですよねみたいな。 ああ、色がね。そう。もうちょっとこの色じっくりいきたいとこ時もあるでしょうに、みたいな言いながら、なんかやってくれてて、例えばこう寝ててね、こうなってね、こうしてね、みたいな、やってたら、ほら、ちょっとこれで変わるのは早くないですかみたいな、言われて、全然分からへんけ、変ってんけど、じゃあなんか、その、変わるごとに体変えていったらいいんちゃうみたいな。ああ、リズムセックスですね、みたいな言われて。 <laughs> 全部妄想やんな。<laughs> いや、そうね。全部妄想やね。その、二日後、来たる二日後のとか話してんちゃうやな。その、叱るべき時にはっていう時、男性が来た時には絶対こうするっていう、まあ、シミュレーションやでなョン。うん、うんうん、別に、実演。あのあ、あ今まであったわけでもないし、予定があるわけでもないけど、まあ、このようにしたいという。そうそうそう。うん,うんうん。なんか、もう、その、なんか何、うん。何 関節照明も結構いかつい大きさなのよはいはいはいんやろオリンピックんやオリンピアの柱みたいなオリンピアの柱オリンピア最初のオリンピックの競技場ってこと競技場の時のさ写真んかあるやんあれの柱ぐらいでかい関節照明がすごいでかいのよだから分かれへんその あの、古代の競技と考えてる可能性はあるよね。もう昔から伝わる古代の競技であり、<laughs> 競わなければいけない何か競技って思ってる可能性はあるよね。そう。 でなんか最終的に「赤にするんです」みたいなライトの色を最終ってどの行く前いく前全部のあと最終が分かれへんけどゴールが今どこか分かりにい赤にするんですみたいなんで最後赤にして赤になったら抱かれんのか抱かれ終わったら赤なのかどっちなろうなあいつの最終っていうのこれがもう今最終なんですみたいなで寝っ転がっててんか普通にリラックスしだしてうん 寝てんうん。熊プロが。あ寝たわと思って。来客無視で。そうそう。先輩来客無視で。あ、寝たわってなって。寝ることあんねん。いや、もう、けど、起こすんかわいそうやったから。ちょっと。で、丸亀さんももうここでなんか、良くなってくださいね、とかもなく。なく、なんか、待って寝てん。もう。本能の人やな。ほんで、ああ、もうけど、なんかそのベッド、そんな、いろんな男性が来た時、 に、その、こういうことをしたいと思っているベッドに、なんか、寝るのは申し訳ないってなって。うん。まあ、本意ではないかもしれないなそうそう熊プロからしたら。その、まだ誰も止めてないかもしれないし。村上を横に並らすためにな。間接照明を買ったわけじゃないもんな。一緒に寝るのはちょっと違うと思って。うん。一人目は誰か決めてるかもしれないそう。誰かしら、男性の方がいいと思ったから。じゃあちょっと床で、ちょっと寝ようかなと思ったって、床、まだちょっと飲んでて、一人で。でも、その床のカーペット、 くて寝転ぶようなやつじゃないってことですしてくるのよめっちゃ気分悪くてってなって帰ろうかなって思ってたらその時点で2時半で帰ろうってなった時に立ち上がった瞬間プロがて起き自分の都合で起きて自分の呼吸の都合で起きたんやなあっ すいませんみたいな言って、あ、よかったら寝てくださいって言ったけど、いや、ちょっとこれは申し訳ないから、今日は帰ることにするわって言って、帰って。なるほどね。そう、帰ってるけど、すごい過ごしにくい家でした。ああ、じゃあまあ、照明云々よりもっと配置とか、あるかもしれへんな。そう。考えなあかんことが。うん。で、鳩時計もあるしさ。全然。鳩時計あんねや。雰囲気 ちゃうのよ。ちゃうんよ。うん、あちょっとなんかこう、全体設計ができてない感じ。<laughs> 関節照明がいいって聞いたから関節照明買おう、みたいな。で、なんか赤がいいってき全部のバランスが取れてないんやろな多分なうんな、うんうん。で、窓も絶対あった方がいい。<laughs> そうやな。光は入った方がいいから。光は入った方がいいな <laughs> 一枚挟んで欲しかったなと思って。うん あとさ、あのー、ちょっと話が戻るけどさ、うん、あのー、まあ、ラジオね、終わって、10時半やったっけうん,うん。10時半で3人でご飯食べに行ったのうん、先週ね。まあ、まあ、並んでたとして、まあ、11、うん、夜11時ぐらいでしょ十、うん、11時ぐらいにラーメンとか食べてるやん。誰がいやいや、怖い話やめてよ。え <laughs> <laughs> 誰がじゃなくて、その、反省はしてる何が いや、あのね、選手、測ったんですよ、体重を。あなたのね。もうそうですよ。増えてたのよね。増えてたなーで。いやいや、だってね。うん、熊とラーメン食べに行ってるやん。<laughs> <laughs> それは何なの <laughs> <laughs> 半期翻してない。<laughs> いや、あの日は。いや。いや、簡単し。<laughs> いや。いや <laughs> あの日はさ、あの日はもう測定ってあって、もうギリギリまで絞りたい。 絞りたいやん。やっぱり。その努力はしようと思ってて。いい言い訳するって怒ってる人。え、吸いますよ。はい。しますよ。吸いますよ。しますよ。え、でも5万止まられたんやから言い訳ぐらいさせろや。止められたなんて。5万取られてんから。取られたら言い訳ぐらいしていいんやろ。なんであかんのえ、違う違う違う。めちゃくちゃ言ってんねんで。あのね。うん。全部自分で始めたのよ、ま勝手に10万預けて。 本当に太ったんですよ <laughs> 誰に何を怒ってるんですか <laughs> 私がやれって言って痩せてるしな、太ってはない,い。太ってたやん。数字増えてたんですよね。完全に。いや、0.5やで、ほら。いや、0.5であれ。え、これなんぼ引いてくれるシステムなの何がですか服着てても、うん、マイナスちょっとぐらいはしてくれた数字なん、これって。いや、前回も服着てたから、別にそれはええやん。一緒やん。 え、けどなんか引いてくれてなかったいや、あんたが前回真っ裸で測ってたら、それはそうやけどさ、別に、あの自分が軽いと思う服で着てるわけよ測定が分かってるから。何の言い訳にもなれんや、それは。言い訳になるよ。まず、最初に測ってたら、うちはもう水飲むも、我慢してたんだ太った太ってへんは、どこより一緒に、47やから、まず、あんたが言ったで、その47も、あんたが設定したんよ誰が言ったなんで決定って言ったの はぁあなた今これスペインの空港ですか <laughs> また泣いてなんで切れてるか分からへんくなるよ。目失る <laughs> ガチャゴチャが見苦しい。<laughs> どっちもな。なんで<ー>どっちもなどっちもですか揚げ足なんかな。時あは戻りますけどみたいなな。ち揚 <laughs> げ足、なんか気持ちよく喋ってたけど、<laughs> うん、夜11時ラーメンとチャーハンとチンジャオロースいってるやん。うん、食べたよ。 えもう、その、あと残りのま万があるよね。それは、あの、奪還する気あるんですかあるよ、それはあるよ。あるんな。で、それはやっぱちょっと、あの、見せていかないと、そのリスナーに。ある気持いや、そな何をな。何怒ってんのあんたが始めたんやで。何や、みんなにあいや言われなあかんのよ。じゃ、あんたがみんなの前で発表したい話頑張ってるっちゃうね聞いて。私痩せたいねん。10万預けんねんって。言い出したんはあなたですからね。そうや。うん。こっからエぐいねんな。 いや、こっからエグいよ。こっからエグいね。なうん、あと、一週間し。しかもうこ、この期間が悪いわ。もう、ムカついてきた。え、なになに誕生日とかあるからさえ、ずっとあるよ、いろんな。<laughs> ない知らん、知らんやんって。<laughs> ないっって。違ない。違う違うよ別に私は、もう、ええー、だよ、別に。何でも。<laughs> 何でもいい。ないって。<laughs> 太ろうが。<laughs> 正直。太ってもいいよ、全然。 何でもいい。いやいや、違う違う。その、時期、ちょっとずらそっか。え、な、何がえ、何があんたが、その、自分で設定して、その中に新婚旅行も、誕生日も、クマプロのカオタも、はい、入ってる、入ってたあなたのスケジューリングなわけじゃないですか。うん。うん。いや、それも、前の時は、うん。その、何にも食べてなかったから、もう食べていいっていうルールやん。 どこからですかえ、その、こないだのラジオの日は、うん、もう何にも食べてなかったから、ご飯食べようっていう日。うんうん、そうなんやそうやったら、あ知らんの <laughs> 知らんっていうか、いやいい、いいねんけど断食はしてないから いや、わかってる。じゃ、いいねんけど、痩せる気はあんねんな。いや、あるって言ってるよ。あんたさ、んぼ言うてね何回言わすねん何回も言ってない、何回も言ってない。怖い。初めて。あの、勝手に10万預けて、勝手に好きなだけ食べてる人生を見てる我々。これは何なんですかっていう、話なんですけどね。まあまあ、あの、まあ来週ね。来週、再来週やろ 来週ですよ。二週間後って言ってたからね。<え> <laughs> なんで伸びつい。まあ、先週二週間後っていうね。うん、先週二週間後。七、うん、月の最初にしようや。 <laughs> ち,ょちょっと待ってや。ちょ、追いつけへんって。<laughs> <laughs> こっちがだし追いつけへんって待ってや。腹っかけてる空気出すなって。<laughs> なあ <laughs> なあじゃないのなゃ<あ> <laughs> 聞いてへんって。聞いてへんは言い過ぎ。<laughs> マジで。じゃあ先週、2週間後って言ったやん。うん、先週2週間後にもう一回測定して、5万円、あの、戻るか、戻らへんかを話しますって言ってたから。うん、いや、ちょっと、あの、 無理やな。綺麗ーな言い訳なしの無理でた無理なんや。や無理、無理や。いいねじゃ無理やったらいいけど、まあまあ10万は戻ってけへんよって言っただけだけ。だから、どうする何が考え直そう考え直じゃなくて。えと違う違う違うこっからや単独もあるし、まあちょっとさ、あの、体力もつけなあかんやん。まあそうそう。うん。だからちょっと絞った方がいいから、この調子で、まああとね。 え、来週ってめっちゃ早いやん。<laughs> じゃあ無理やでんけど。<laughs> じゃあじゃ無理やで。じゃあ来週、今、今日、来週になっただけで、うん、先週の時点では2週間後やってん。えー、いや、ちょっと待って。<laughs> 7月の4日のやつにしようで <laughs> はじゃないと、ちょっと、2週間っていう明確な数字が出てない。うん、どこで <laughs> 出てる出てる。先週出てたから。いや、言ってない。え検視<止>えー <laughs> うわやられたやったうわみんなに勝手にやられてる、これ。いや、納得した私いや、私な、ナイフ突きつけてな、ATM 活かしてな、10万おろせって言ったかあんたがなんか持ってきたんや、私は。うん。でもまあ、預かりました。持って預かります、みたいな。預てますよ。今、今も責任持ってますよ。すごい取締りがえぐいやん。なんで 取締り何やってんのすごいやんどうした取締りじゃなくて、なんか一人でなんか物語が始まったから、急になんかね、あなたが物語を書き始めたんですよ。私はちょっと最近、あの、ちょっと体重が増えたから、あの、痩せたいんです。あ、そうなんや。で、期間でも普通では痩せれないから、ちょっと気がん。何の顔聞いてんの聞てなんか喋ってんのなか喋ってんなの、その、スーッとした顔。聞いてんの。で、 で、じゃあ、十万預かって、この以頼に無理やったら、まあ返しませんよ。わかりました。うん、でもちょっと旅行行きますね。誕生日迎えますね。うん、ちょっと顔お、うん、行きますね。は、うん、それは知らんやん。知ってるや、うん。 いや、知ってからや。地方国や、そのカウタン行ったんやとか、誕生日に食うタンや。誕生日食うのは知ってるやん。誕生日食うのは知ってるけど、あなたが、その、来てる。スペイン食うのも知ってるやん。でも食うのは知るん。スペインで何を食うかは知る。私が言ったらよかったんですかこの2ヶ月に、私は痩せようと思います。ちょっと待ってください。それはあなたにとって辛くないですか私が言うべきやった。ゃくちゃやん。 もちゃん、あなたは、あの、この自分で、その2ヶ月を設定しましたけど、うんうん、もっと食べた方がいいですよ。だって、新婚旅行じゃないですか、誕生日じゃないですかって、言ったらよかったんですよ。うん、違う違う。だから、うん、もっと、うん、じゃあ,あ、こういうのがあります。もう、あ、新婚旅行行きます。食べますよね。うんうん、誕生日も来ます。食べますよね。うん、え、なんか、ちょっと、カオタはもう行くでしょう。<laughs> それはマジで違う。<laughs> 行くでしょなんで2ヶ月前に熊プロとカオタン行くの知ってんのや行くでしょで、では、ちょっと時期をずらしてみてはどうでしょうなんか、ここの時期にやったら、ちょっとその、違う違う違う、あの、成功失敗というか、失敗に近い、その、月なんじゃないでしょうか、みたいなとか言ってたら、7月やったら、その、単独があるから、単独の期間で当てていったら、その、動くし、そんなに食べへんっていうことも、 管理できるかもしれないん。OK, OK. まずな、IP のいい、いいは分かった。うん、そう。ただ、うん、私は、成功させたい人じゃないんですよ。なんでなんで一緒に頑張ってくれへんの一緒に頑張るとは <laughs> 応援。応援とはしてますよ。でも別に、私は10万取られないし、別に番組的にも、別に10万募集で、別にオチはついてるから、うん。オチとかも、もうなんでオチとか言うん <laughs> はいオチにはそんなオチではない。違う違う。地元の友達じゃないね、私 <laughs> 番組中に、急に相方に痩せたいと言われました。あ、じゃあ、こういう企画になりましたっていうのは、あなたの発案ですから、私は別にどっちでもいいんですよ。うん、ただ、あのー、五万を奪還して。じゃあもう分かったま万返して。じゃイライラしてるやん返して。もう何もやめる。<laughs> 今返して。 ちょっ,と待ってください,ないあなたの言葉で言うと、あなたの言葉で言うと、キショイですよ。<laughs> 非常に。お腹痛い。<laughs> 非常にキショイですよ。分かった、返して、もう返して。<laughs> 何返してくれ。違う違う違う。お金なくなるの嫌じゃあ選ばれへん。あなたは。なんで <laughs> あなたは別にごまんを。なんで入ってくるかどうか選べないんですよ。なんでよ。<laughs> じゃあ選びな選びたいのは痩せればいいの。いやいやだもう、だって無理やもん。 なんでもお寿司食べに行くし。食べに行くし。すごい姫やん。この後お寿司食べに行くやん。行くよ。うん。うん。いや、だから何みたいな顔。くねん。すごい顔してる。聞くねんもん。このお寿司はさっきの話とは別やで。だってもう、新興旅行も終わりました。んで、あの、誕生日もちょっと食べちゃうでしょう。んで、久しぶりに、まあ、後輩ゲスト来てくれた。ご飯連れて行きましょう。までいいよ。今日のお寿司は何よ。なんか、お寿司、 食べようかってなったんやもん。な、な、なんなんだよそんな奴に5万は返されへんとそら。<laughs> なんでまだ喋れてるんやろすごいわ。いや、だって食べんもん今日は。今日は食べんねやろ、うん、でもさ、あの、毎日って続くじゃないですか。一日。うん、今日は食べんもんが、7日続けば1週間経っちゃうんですよ。うん、で、今日は食べないよう7日続けないと。そうやで。 なんでリンとして。そうや。それができたら、どんだけ楽か。ねどんだけ楽か。ただ、楽ではないんですよ。企画にするっていうことは、多少厳しいことをしてるつもりで、そうよ。あなたが持ってきたってことですよね。じゃ、きついことをしないと、成立はしない。しない。うん。でも、うん。ま、誘われたら行くし。だから、だからもう、いい、いいってもいいねんけど、5万は返ってこないよ。 いや、だから、今。いや、だから、<laughs> だから。いや、だから、イライラしてるかの貴重なのよね。お <laughs> ね返してほしい。じゃ、10万も。勝んにカットフった10万も取られるの嫌や。マヨーみたいに言うな。10万取られるのマジ嫌やねんけどじゃあ、あんたが持ってきたんやろ、ね。え、もう、だって5万取られたん、全然納得できてないうち。<laughs> 何んでゃん持ってきたん <laughs> でも、痩せてたから努力しはしてるから良かったね。じゃあ3万ぐらいいにしとこかみたいな,さな,いよないよ、ないよ。 ないのない <laughs> なんで私がな,でないよそれ。じゃあ何やったんじゃあ、なんていうのリスナーに。あの、村上が、え、2ヶ月で、うん、ま、これだけ痩せる。でも無理やったら10万没収です。うん、よーい、スタートー、うん、達成できませんでしたけど、なんか村上お金ないみたいから返すねー <laughs> うわー <laughs> <laughs> アホリスナーオッケーない <laughs> <laughs> <なん> <laughs> うちがリスナーやったらオッケーしてるよ。えへへ。 いや、それでも。いいけど。だってもう5万取られてんじやろいいけどさ、今後あなたの発言何にも耳傾けてもらわれへんから。いいよそんなに今全部打ったでこれからのラジオ10万欲しさに。これからのラジオの発言全部信用してもらわれへんを打ったで。たった10万で。10万帰ってきたら、ゆとりも出るでしょうね、うちに。まだその命できるなんでまだその名できる すごいわ。本当に。どうしたらいいんじゃん痩せたらええねん<ー> <laughs> 痩せたらええねん難しい,い何が難,難しいねん今日お菓子食べえんかったらええねん今日は食べる <laughs> 行きたかった店に行くの <laughs> くそすごいわ。くそから、なんかマリー・アントラネットでももうちょっと聞き分けいい気がする。<laughs> 自分から言ってきてないだけ、マリアントアネットの方がマシかもしれへん。マジ理解できひん。え、どこがもう一回言う。もう一回やろかいやもう、ちょっと待って、いいわ。もう、一回、こっちで持ち帰ります。ちょ、ちょ、ちょ、何をちょ、いいよ。持ち帰ってこれだけ整理しよう。何を持ち帰るえ来週。じゃ、ま、いっちゃん最初から。じゃあ整理しよう。整理しよう。まず、ちょっと最近、太ってきたなーって思いました。 ね。だって53キロあっても。53キロですよ。えぐいですよ。あのさんと10キロ。違い。これは、やばい。身長一緒やけど、衣装のズボンとか、あの、ボタン閉まらへん衣装とかもあったし。ありました。よくないなって思いました。でも、痩せたいなって思いました。ね。IP は痩せたいんだと思いました。ただ、これは、えっと、人に言ったりとか、ね。 宣言しないと痩せれないと自分で思いました。これは個人的に痩せるのは難しいな。はい、だから人前で言って何かしら制約をつけた方が自分が本気になれるんじゃないかということであなたがラジオで話しました。そうや ?OK?、うん、ここまでは。うん、ここまでは大丈夫やな。OK ーーって言うのやめて。<laughs> <laughs> ここまで OK なので,で、で、で、じゃあどうするって。うん、で、えっ、ー、と、五万って言ったんかな最初。 なんか最初少なめで言ったんですよね。じゃあ5万預けるかって言ったら、あなたが少ないって言いました。そうや。ねうん。少ない。ちょっと5万くらいで破ってしまうかもしれないって言ったんで、10万。じゃあ10万やなってなりました。10万やったら、さすがに本気出して痩せるわって言いました。ちょっといいその5万で、あの、少ないってなってて、今5万で、やらなあかん状態やねん。できひんやん。 でも、その10万から、まず、あの、破綻してるやんか。破綻 <laughs> いや、5万でできんっていうのは、今もう5万失ってるけど、トータルは10万やからな。今、<う>この1週間の価値としては5万かもしれんけど、うん、トータル10万やから、うん、10万で考えた残りの5万やから、うん、それ頑張らないと。結局10万失う。なんか割ってもうたら、5万って考えてまうやん。一、うん、回、今5万な。って感じやん。で、うん、また五万、5万で頑張らなあかんっていうことになってんね、今。 いや、そ、<ょ>じゃそ、そ、そ、そこまで行く、行けへん、まだ。いや、その、ちょ、ちょ、その前から行くけど、2ヶ月で10万、うん、な、設定したやん。うん。なんで無理やった二 2>, ?2 ヶ月 ?2 ヶ月やったっけ ?2 ヶ月ぐらい。2>, 2ヶ月もあった 1>, ?1 ヶ月、ヶ月 1. 5ヶ月ぐらいですか 2>, ?2 ヶ月もないよ。<laughs> あったんやってだから <laughs>。あったのようん。ない <笑><笑>そこの言った言わんは、現地取れるから別に。たどれば別にいいけど。ないいや、ないっていうか、うん、その、時間が短かったとしたらそこでも、まず文句言わなあかんけど、うん、ま、期間、ある一定の期間を設けた。うんうん、で、そこまでに、じゃあ、えー、痩せような、うん、オッケーってなりました。うん、変わらないってことは、その、なんな、なんやったんって、まず。いや、でも、うん、スペイン行くまでに、これ、落として、うんうん。来てましたよ、ほら。 4月16日。6日,6日。?4 月6日やからもうえ 2>, <う>2ヶ月今日ですよ。そう、金持ってきたんは。翌週ね。えだからもうちょうどちゃんと2ヶ月。そうや。<laughs> <laughs> いや、うち4月。2>, 2週間やで。ね2週間で、まあだから6キロですか ?6 キロ。えか2ヶ月か。2ヶ月で、まあ6キロってことは、うん、まあ1ヶ月で3キロ計算ってことやんね。え <laughs> 何分からん。マジでやろ で、新婚旅行たんいつですかわーい、4日から。4日からよ。で、だからそこまでにも、まあ2、3週間あるわな。うん。そこまでに痩せといたら別に食べれたやん、スペインのね。嘘やん。そんなに痩せてないやん。どうしたん怖っ。怖いの。こちらサイドは怖いです、今。一言で今この現状を表すらは怖いです。病気だってええんか 急激に痩せて、うちが病気になってええんか。マジでいい。<laughs> マジでいい。じゃあ次の2ヶ月元気になろうっていう企画できるか。ヒスコ文って言われてるんだヒスコーブ来た。 これが、あの、ちまたでいうヒスコーブンなんですね。ああ、学びまして、今。身をもって体験しました。なんかよく言われておりますけども。現実どういう場面で発動されるのかなって思いましたけども <laughs>。いいやな、じゃあ。いいです。病気。いいです。じゃあ病気になるわ。で、じゃ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  病気になってもいいよ。一 <laughs> 週間で5、五五キロなんぼですかあと3キロか。あと3キロ。3キロ。やうん、痩せ、痩せたらいいやん。え、一週間で一週間かなうん。ええ一週間でシンプルなえシンプルなえいや、知らん。今、うん、いや、先週測ったんやったら、うん、まあ同じやったよね。51キロやったらえ。で、あと4キロか。うん 今この1週間でどれぐらい痩せてるのか知らん痩せてないに決まってるやんんでキレてるんですかだってピザも食べたし聞いてないぞ聞いて誕生日の日一番好きなもの食べるって決めてたのピザなんや初耳ですけどそれはピザ食べましたピザ食べてでも1枚じゃ別に太らないよいやピザもちょっとペンネも食べるやんペンネは聞いてないぞペンネも食べて食べてるしであとの6日は 誕生日は16日誕生日おめでとうありがとう生まれてきてくれてありがとう !Thank you! ほんであと6日は ?6 日うん。あと6日痩せれるやん。いやでも誕生日会あるやん。まぁちょっと1日ずれてね。ほんであと5日はあと5日えんカオタン行ったやろえんピザ焼き、ピザピザ行ったやろええほんで誕生日会でなんかコース料理食ったやろコース料理昨日はなんか人と会う約束してて。そんなちょっと会う。 毎日あるやん、それは。あって、それはでも減らせるやん。ありがとう、なんかちょっとありがとうの意味で、うん、ちょっとなんか、ちょっと飲みに行こうかってなったから、中華行った。中華行ってるや、うん。うん、スープだけだ飲んだ。え、ごめん、じゃあ、プランだけ教えてほしいんだけど、うん、そう、どういうプランやったので、まあ、それを行ったとしよう。うん、じゃあ、その日はもう、その食事会だけ、うん、で、えっ、ー、と、朝昼食べませんとかをしてたのかそのど、努力を知りたいわけよ。ごまんを返してもらうための。うん、ああ、 運動はしてるねうん。運動はしてると。運動はしてる。で、それは、あの、痩せる以前よりもしてるってことね。そう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 。でも、現状はえ、現状は、痩せてない。いや、な。うん。それ、毎日測ってたわけや。はい、測ってない。痩せてるだろう。うん。ってことなんか、その、ジムに行ってるから、裸になる場所が、家でないのよ。はいはいはい。そそうううだから、ち。 うんよく分かれへんけどねその家でほのほんまの体重がいけう。だから乗ってない乗ってないにうんうんだからその先週みたいなハメになってん10万取られてしょうがない人間やけどな全部聞いた上で10万取られるべき人間に認定しそうやけどなうんうん いやだからあと1週間ねうんまあ今日は寿司食べるとしてまあ食べるのかなあとんで6日は食べないのかなそううんまあまあいやでもうんえっとあさってちょっと行くないや行くにはまだ大丈夫行くだけやろ行くねんなあさってどっかそうなうんあさって行くな行くなうんまあ食べるな 行くわ。行くなや、って普通に言ってる。まあまあ、まあ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 、まあまあ、じゃあ、じゃあ、オッケーオッケーオッケー。痩せって。結局さ、痩せたらどうしたじえ、聞いて聞いて。イライラしてんのは何その、ずっと、あの、喧嘩腰なんは何えっと、ダイエットしてるから食べてないから。いや、食べてます。食べてますよ。今のお話が、あの、嘘でなければ、 あなたは、すごく、すごく、楽しい、食事ライフを楽しんでおられますよ。いや、いや食べてないや。やっぱり足りてへんねや。糖分とか。うん。鉄分とか。あ、抜いてんねや。え、抜いてるよ。あ、抜いてんねや。抜いてるよ。あ、この一週間も抜いてたんや。そりゃそうや。あ、抜いてんねやったら、うん、じゃあそれ痩せるべきやね。そうや。うん。なのになんで痩せてないっていう怒りもあるやん。うん、だから足りてないんじゃない満ち,満ちてないんだよ、その努力が。 痩せるまでになんなんこの体。うっとうしよう。<laughs> この体がうっとうし。<laughs> くそ。<laughs> もうやや。何が <laughs> 何が <laughs> 私ですよ。<laughs> 本当に。 何だろタイトルコールしますかえっだけるかなちょっと厳しいか今日できんかもでもなんか来週病気で休むかもしらんから今日はやっとくか今日はやっとくなら一週の分な行きましょうさ m b s ヤング g ウン何が起こったんですかねなんでこんなうん 争いになったの争いじゃない聞いただけ私は <laughs> あの争いたいというか別に糾弾するつもりはなくてなんか何が起こってんのかなっていうの,その,あのあなたからの提示に対して今どういう状況なんかなっていうのを整理したかっただけやからさあということでございましてねあの皆さんあのラジオトークで名前 <laughs> <laughs> 生配信してるんです。<laughs> ええー、実際の、あの、コメントも来ておりますのでね。うん、ええー、で、ツイッターのコメントも拾っていきます。ハッシュタグ、ええ、ますと、やんたでつぶえてください。来てますか。なんか、誰、これ、うん。ふん、フラペチーノの砂糖抜きってあるんで。<laughs> としアヒルチャ。したんですか。バリダル。<laughs> こういうの、ムカつくよな。そんなんあると思ってる。<laughs> 一位のを抜いて飲むとでも。何やろ <laughs> バリ入れるやろ <laughs> ここぞと入れるわ。<laughs> あ、もうこれはもう村上は今、触るものみんな傷つけますからね。<笑><笑>ため息が出ました。<laughs> 番組では、えー、メールも募集しております。メールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは a.mbs1179.com。a.mbs1179.com <laughs> です。それではここで一曲お聴きください。もののあわれで風の向きが変わった。 この番組はスペインに降り注ぐ涙雨なくしたものは情熱か愛か映画パスポートロストの提供でお送りしません新感覚中華バルハオ本格中華の料理長が提供する中華バルハオ本場仕込みの自然風麻婆豆腐常連に大人気絶品よだれ鶏スープたっぷり台湾小籠包は三個で四百八十円京都新感覚中華バルハオ ヨドバシカメラは省エネエアコンへの買い替えスピード取り付けも安心です冷蔵庫洗濯機大画面テレビカメラ時計も豊富な品揃え携帯電話パソコンのこともお任せください「ヨドバシトコムは送料無料スピード配達1100台の大駐車場もございますファインド y o u r b e お客様の一番がきっと見つかる梅田のヨドバシカメラ踏ん張った拍子に膝が痛いあなたのその膝の痛み「年齢膝が来たのかもそこでこででれコンドロイザーアルファーです ひざの関節痛にきちんと効いて痛みを楽にしてくれるひざは痛み始めがのみ始め「キユーピーコーコンドロイザーアルファ第2類医薬品です最後の直線多くの会社が横並びそして外から来た MBS 企画が来た 企画広告といえば MBS 企画見事一着ゴールイン!!」「広告会社の MBS 企画」「ラジオ CM のことなら MBS 企画で検索」「同級生のアベリンへ久しぶりに会って話したら時間経つの一瞬やったね」「発揮式でお笑いにも詳しいから私がうまいこと言った時予備知識いるやつも全部拾ってくれたのに私の方は。 いや、死者も会のコンビニ人間やないねんから。って突っ込みがわからず、解説させちゃってごめんね。次会う時までにいろんな本を読みをさって勉強しとくから、また飲みに行こうね。 ラジオ通して伝えたい人に伝言を伝える、ヤンタン伝言版、先ほどのジングラ、ラジオネーム、チチリンの伝言でございました。可愛、うん、いらしいですね。でけせなべベリンへ。<laughs> あるよね。すごい補足してくれるのに自分できひんかった時にね。ああ、それどころではない人がいます。<laughs> もう耳も太って何も入ってきませんでした。<laughs> いやいや、すごい。あんたらのせいでぐらいの感じやで。<laughs> あの、CM 中にもガチで金返してっていうのやめてくれ。<laughs> <laughs> みんな引いてますよ。じゃあ、みんなも聞いてくれよ。うん。じゃ、じゃあ、じゃあ、うん、どうしたら5万は戻ってくるのじゃあ、だから、今みんなに一斉に言いましたけど、痩せたら帰ってくるんですよ。違う。あの、打開策、もっと。違う違う違うあのね、道を断たれたわけじゃないのよ <laughs> どち。トントン。のトントン机のトントン、トントン、をやめろ。<laughs> え、え、そ、それ以外のさ、道に、え、で絶対あるはず。違う。違う、違う、言ま何道に、道に迷るて、道に迷って、その、鼓舞してくれるリーダーみたいな空気でさんといて。絶対に来週じゃないし。え、なんで、その、理由は測定が。なんで、理由はえ、聞いてない、ほんまに。違う、違う、違う、違う。それは、もう全然音源も残ってるから、あと2週間で、ま、5万円っていうのは言ってる。そんな証拠探しはやめて。 えっと、なんでやっぱり自分のうちの問題やんか。のに。最初からね。そう。なんでうちが納得してないのに、そんなポン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 勝手に人が動いて、なんかやってくんのあなたがここで喋ったからです。まず。巻き込んで、聞いて私太ったの。聞いて痩せたいの。10万預けるわ。までがあなたです、最初。そう、私がいました、その私。その私はもうけど、いません。ここには。 ほら、同じですよ。全く同じ。いや、違います。ちょっと可愛いパーマ当たっただけ。ほらね。ほらね。<laughs> ほらね。もう見た目も。あのね。見た目も違う人になってるん多分,多分、あのー、一回、ちょっと誤解を解くために言うと、はい、私は別に痩せんでもよかった。そもそも。うん、お願いやから痩せてくれとは言ってない。うん。OK? で、その人。で、オッケーやめて、その。オッケー職人のオッケーが、ちょっと、やめて。ちっちゃあなた、その、あんまり納得いってない顔してるから。上に立たん、取ってちっちゃそのなちっちゃお姉さんみたいな。ここまではオッケー違う。やめてちっちゃお姉さんじゃないあなた、今、歳取りましたから、お姉さんですよ。かもしな。そうなのよ、撮って。ちっちゃなんあ 何もうまくいかへん何もうまくいかへんことない。最高のバカンスを楽しんでましたよ。上手くいかへん。橋本パラセーリング、パラセーリングは楽しかったです。最高最高でしたね。最高でした。で、別に、あの、ちょ、マジでさ、お願いねんけどさ、うん、痩せてくれへんとは言ってないやん、私。うん、で、でも痩せたいから、十万預かってくれって言ってきたわけよ。 でもここで、うん、でも村上がなんか言ってるからさ、もうお金返すわって言ったら、うん、もう誰もこのラジオ聞けへんくなるで。な、何これいや、だから、ちょっとなんか、うん。うん、あ、じゃ本名バレたから、ちょっと割引してよう、うん。はい <laughs> いや、ちょっと、橋本って言った分、ちょっと割引しようや。うんうん 何、<な>何言ってんのなんか、情報、情報量。情報量として。いや、そんなこと言ったらもっと前にバレてたんやで、ほんまそうやんねんけど。<laughs> <laughs> そうやんんけど。やんたんで、ほんまのほんまはやんたんでバレたわけじゃないもんな。うん。うん、なんかしくじり先生でバレしくじり先生でしくじってたんや。<laughs> しくじり先生でしくじってたから、その料金も発生しないですよ。 いや、でもなんか、正式にバレたんはここやから、なんか、うん。いや、正式にってその、何ですかアベマはカウントしませんみたいなそう、そこはみんな見てないやろ。と思って。いやいや、トントンン。<laughs> ほんまにイライラしてる時のトン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 やめろよ。<laughs> みんな見てたって言ってるよ。あ,あそう。みんな見てた、知ってたよて。知ってたんかいな。うん、あ,あ、そうか。<laughs> でもなんか割引体あげるよ、みたいな人もいるよね。 いやいや、割り引いてあげるよっていうのは別にリスナーが決めることじゃないから。うんうん。えじあ、じゃ、じゃ、なんでさ、その、うん、あのー、あと一週間で、うん、その4キロ痩せ、痩せるための方法とかを聞くとかやったら、あ、すぐ前向きやなって思うけど、そう、鼻から、その、はい、なんであと一週間で、痩せるっていうのは捨ててるの、うん、いや、だってさ、一、うん、週間、 だってさ、2ヶ月もさ、笑ってやってさん笑ってる笑ってるなんか笑ってる <laughs> !2 ヶ月もあってさ<ょ>、痩せ、痩せれてない。3キロ、3キロ、2キロちょいぐらいしか痩せれてないねんで。うん、その奴がさ、一 1>,、うん、1週間でさ、うん、え、痩せられると思うやろってことはもう10万円没収されるだけの人ってことや、うん。じゃあ、辞退しますって言ったら5万返してくれる、うん。辞退なんかないよ。なんで痩せてないから。<laughs> ルール、ルール、ルール、ルールブック <laughs> はいそんなん書いてない。何違う。別にできるやん。あと一週間あんねんから。やったらええやん。どうやって痩せるえ食わんかったらええやん。食わんかったらええし、走ったらええやん。いや、走ったりしてるよ <laughs> してもっと走るよ。もっと走る今何、何キロ走ってんのそんなに走ってる。走ってないやん。お尻の筋トレしてる。<laughs> 言えたよな。なんでそんなはっきり言えるん暴論をずっと。ああ、あいはいはいはい。あの、トランポリン行ってる。行ってる。週1回。週一回、今のところ。な、どれぐらいやってんのええ、90分。九十分それをもう倍にしたらじゃあ。いや、で、5、五分、五分間飛び続けたら、えっと、1キロ走ったことになんね一1キロ走ったらええやん。 じゃじゃ、走ったことになんねん。5分、5分で1キロ走ったことになんねん。あ、なるほどね。そのトランポリンは。でも1キロ5分ぐらいやけどな。あんまり時短にはなってないけどな。5、6分やけどな。<laughs> 1キロって。前やけど。えなってない <laughs> いや、だって別に1キロって5、6分じゃないだいたい。ええ ?10 キロかなええ、<laughs> まず、まず、うん なんやと楽しもうとしてるのもちょっとちゃうからなとも思ってるよ。トランポリンを楽しもうと思ってやってるわけじゃないねんけど。<笑><笑>じゃあなんでその走るよりそのトランポリン選んでんのいや効率がいいんかなと思って。いやどうよ。飛ぶ方がなんかその揺れて、うん、その脂肪とかもあの取れる。なんか縄跳びがいいみたいな言うやん。うん、そう縄跳びの運動がやっぱ痩せるみたいな言うけど。うんうん、縄跳びは取れやんト。トランポリンやったらもっと、うん。 なんかいろんな場所使えるんじゃないかと思って。で、それ何分やってんのえ九、え、90分。90分やってんの ?90 分やけど、飛ぶのとかは、うん、えっと、トータルで10分ぐらい。10分じゃあ2キロやん。<laughs> 2キロしか走ってないやん。でもわざとかやるから。こっちは。こっちは <laughs> <laughs> そっちはどうおのりこっちはわざっ <laughs> こっちは二2キロやん。じゃあ2キロ分しか走ってないってことやん。いやいやいや。 90分ってんなん ?90 分え、ちょっと待って、あとのあたの80分何してんのいや、だから、違う技とかを、お尻の技とか、その、膝の技とかをやってるから、常に飛んでるは飛んでんねんけど、その、飛び続けるだけの行為は、その、行為 ?5 分、五分やって、休憩して、もう一回分、技やって、また5分やってとかやってんねん。やってんねんけど、まあ痩せてないわけよ。ん。 いや、引き締まってるけどな。いや、引き締まってんねや。ん。あ、じゃあいけんちゃう来週。で、これはちょっと筋肉ちゃう。はだから筋肉になってもうてるんやわ。じゃ痩せてないやん。身は引き締まってんねんけど、体重的には反映されてない。じゃ痩せてないやん。え、だから、その、聞いてみて。聞いてみて。聞いてみて。一回うん。ずっと聞いてる私。その、筋肉として。筋肉として。発達してしまったから、その、 体重は減ってないけど、うん、体のラインは痩せてるみたいな。やろってことは、うん、トランポリンは違うかったってことやん。あっちゃ。<laughs> あっちゃ。あ,<ん>あっちゃ。あっちゃ。死面そうかやね、もう。<laughs> これは。自分で読んだ四面ですよ。<laughs> 来てーって言って。4? <え> <laughs> <laughs> まだ負けてないよな、でも。 いや、まあ、一週間後に負けるかどうかって話ですね。今日。だから、もう、もう一個の、なんか、細い道を何か作ってくれませんいやいやいや、来週やん。え、大通りしかないのここ。え、なんで急に通りで例えたのかよくわからないけど。なんなんその、例えが意味わからへんけど。なんで大通り、通りなんその、こう、まあ、ストレートに行ったら、その、来週、測定。で、もう、はい、もう、 痩せれませんでした、おじゃん。いやいや、痩せたらいいやん。じゃあ、痩せ、いや、痩せられへんとして、じゃあ、そういう、痩せられへんとしての話な。で、おじゃんやん。でも、ちょっと、うん。なんか、ちょっと細い道に入り込んで、うん。なんか。じゃあ、それはでもさ、今、話す話じゃないやん。えその、来週、痩せられへんかった。うん。でも、その代わりになんかするとか、じゃないの。わかるん。そっから奥の細道ができていくってこと え、なんで道でぞと例えんの <laughs> 全然フィットしてないで。えこ,この感じ分かれへん。それじゃないってなってる感じ。知らん土地見つかるってことえそこの例え広げてる暇と痩せて。違う、痩せた、ええやん。じゃあ、じゃあ、みんな、なんかどうしたらいい <laughs> どうしたらいいか言なんで3年が1年読む感じでみんな、ね。<laughs> 集合。集合はい、未集合。<laughs> え、じゃあどうやったら。ゴンベイが今から走ってこいって。<laughs> <laughs> いや、集合、どうやったらどうやったら痩せられるか。いや、今日、じゃ今日の寿司もなしちゃういや、今日は食べる。だってさ、うん。行きたかったどこやん。じゃそんなん言い出したら毎日そういう日々が続くよ そうや。うん、じゃあもうほんまに一回ちょっと死んだ方がいいかもしれんもう <laughs> やめてんの <laughs> 一人で何が <laughs> 全然もう理解できひん <laughs> こういうの状況も。何があんたが作ったんやねつらい。ずっとつらい。ずっとつない。組織打てるときは楽しい。ずっとはつらくない。カウタンも楽しかったはスペインも最終日までは楽しかった話や。どうしたらいいなんだわからん。え怖っ。怖いな。二重人格二重人格でもない。ずっとあんたやから怖い。 一回も入れ替わってないことが怖い。ああああああじゃない <laughs>。 やめて。<laughs> ええー、やめてよ。怖いよ。本当あのー、来てます。ですかお便りがね。ラジオネーム、うん、井の中のおもち。えー、本気でダイエットするなら、酒は、はい、夜はウイスキー一択です。はい。割るとしても水か炭酸水です。あ、うん、てはセロリポン酢か刺身にしましょう。この、えー、2週間禁酒が一番ですが、飲むなら、うんえー、4日に1回にとどめ、うんえー。夜は炭水化物を食べずに毎日2リットル水飲みましょう。 え、IP ならできる大丈夫。もともと代謝良さそうだし、絶対5万取り返しましょう。ほら、応援してくれてるやん。誰胃の中のお餅。ああ、ありがとう、胃の中のお餅。ほら、どう前向きに考えてるよ。いや、うちハイボールしか飲んでない。ああ、ええやん。ま、やることはやれてるやん。言ってることはやってる。炭水化物も食べてない。食べてる。食べてるやん。ピザ、ピザ食べたって言ったやん、さっき。なんで怒ってんやろ。 <laughs> この一週間、もう夜は炭水化物食べへんねんな。この一週間。今日はだってお寿司食べるよ。食べへんかったらいいんじゃん。刺身にしたらいや、だって寿司屋で。寿司屋で刺身だけ出してくれるのもあるやん。出してくれるけど、うん、いや、うちは寿司屋行ったら寿司を食べるってポリシーがある。<laughs> いらんじゃん、それは。いや。え、なんでなんだかんの <laughs> いや別に食べてもええよ。食べてもいいけど、ごまを返ってけえよっていうだけの話。ちょっと待って、誰が悪いんお前は <laughs> よく言えたな。<laughs> <laughs> ごめんよく言えたな、あの、後聞かせてよく言えたな、は一回受け入れるとして、その後、その後、<laughs> <laughs> <laughs> ダイエットってこんなにつらいんや。<laughs> <laughs> 恋よいマジで全然うまくないで <laughs> 味しんどい <laughs> 全然うまくないわちょっともう一曲いきますねすいません <laughs> えー、サニーデイサービスで紫陽花夫婦で家飲み妻はテレビを見ながらビールを飲んでいる僕はおつまみのイカ天大王に手を伸ばした 《その時、時妻のの手手手も同時に伸びてきて、き手と手が重なった、その瞬間胸の鼓動があんた最後の私のやで》《高ならなかった》<laughs> 美味しかったの笑顔が好き食の雑誌「甘辛手帳」関西のとっておきのお店を探すならこの一冊おいしいお店はもちろんさらにクッキング食材旅行など食に関する様々な情報を厳選してお届けします。 天いいから手帳発売中。大阪京都兵庫和歌山の j c o m サービスエリアで MBS ラジオがテレビで聴ける12チャンネルの JCOM テレビに合わせてリモコンの d ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけクリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください

分かった。分かった。分かった人がいる。あのさ。なんか分かった人いる。分かったんやけどさ。え、誰一人さ、うん。い、今の現状褒めてくれてる人おらんくないうん。だって、痩せてないから。え、だって痩せたやん。ちょっとはいや、痩せてないやん。痩せたやん。いつからいつえ、さ、53キロやってん最初。53キロやったな。から、51キロまで痩せてるやん。でも目標は え、47やで。うん、だから、まあ、まあ、その2キロに。キロ家庭で一回、<ロ>あの、うん、あの、よかったねって、<laughs> 手を叩くことぐらいできるやん。ああ、よかった、よかった。2キロは痩せてよかった。そう、うん。でも別によかった。それ言われて今やられるのは違う。めんどくさい。いや、今言ってるよ、リスナーも。すごいすごい。2キロすごいって言ってるよ。うん。うん、だから今言われて言ってるだけやん。 <laughs> じゃあもう映ってないやん。<laughs> や言う前に言う人がいないと、うん。そう、頑張られへん。いや、ほんで、なんやったら、その、調子どうですかとか、その体重減ってるとかも、うん、その、聞かへんかった、言ってへんかったから、褒めようなかったで。 結構そういうタイプやん。<ず>結構聞かれ,れないは言わんタイプやん、昔から。<laughs> じゃ褒めにくいやん。その、褒めるっていうことに関して言えば、申告してくれた方が、褒めやすくはあるよね。これからはそうするから。<laughs> 学んで、学んでます、村上はで。これからそうしてくれるみたいなんですけども、まあ別に、現状は変わらんというかね。いや、でもそういう、うん、やっぱみんながなんか、うん、うわ、全然痩せてないやんっていう、うん、その、マインドでおるのが悪いよね。 いや、全然痩せてないとは言ってない。まあ、じゃあ2キロ痩せたよね。ねなんか、まあ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 、みたいな感じで、なんか、うん、うちを見てくるやん。見 <laughs> ては <laughs> ないんちゃうラジオやから。まあ、ラジオなんで聞いてるだけなんですけど。いや、まあまあ、スタッフも含め、うん。なんか、そういう感じで見てくるし、聞いてるし、うんじ。じゃあ、あんたが51にしといて、うん、よかったんちゃうめっちゃあ今から変更できるんですかえできひんけど、なんで<その> <laughs> <laughs> そもそも、そもそも不可能な目標設定にした。でも不可能っぽいから10万円が見合うっていう釣り合いやったやん。ちょっと無理しないとっていう。うん、だから10万円を担保に取ってたやのうん。うん、まあそうやで、ね。うん。言ってる。おっしゃる通りです。<laughs> <laughs> やば。そうや。だからでも無理やったから10万円はそれ募集されるよ。え、うん、<laughs> そんなん聞いてへんわ。<laughs> だから言ってんねん、ずっと。ずっと と言ってん。ちょっとごめん。有志の話が来てるから、ちょっと。<は> <laughs> もうみんなが、あの、村上がね、あれ、無理やった時のあれ来てるから、ちょっと言うわ。えー、ラジオネーム、チジブリリン姉妹もどき。えー、来月、A マッソの単独ライブを見るために、<laughs> はるばる海外から日本へ行きます。 日本円を持っていないので、えー、7月6日の朝7時頃、成田空港の到着ゲートで現金5万円いただけないでしょうか。えー、空港でシムを買い、えー、どこかで美味しい日本の朝ごはんを食べたいです。あと、ライブ前に家族でサンリオピューロランド行きたいです。よろしくお願いします。え、なその私利私欲なメール。<laughs> あ許されるわけないよ。そんな <laughs>。ぴったりですよ。 お揃いですよ私利私欲の話で言うと。え、うちが <laughs>、うん、どこがえ、だから、あの、食べたいのに痩せたいっていう。むちゃくちゃ言ってるから。え、言ってない。<laughs> 言,っね、<laughs> 言,っ言ってんのよ。言ってんい、言ってない。言ってんのよ。え、いつ、え <laughs> <い>、え、その文章教えて。え初めてで、ね、こんな横で堀内さんがイライラしてんの。<laughs> 私だけじゃないで、今、みんなイライラしてるからな、今日は。<laughs> なんか、私が、わからずやみたいな空気出てるけど。<laughs> そうやな。えー、ラジオネーム、イノム、えー、5万円融資いただきたいです。IP の5万円なので、IP メインになるように考えてみました。ありがとう。まず IP のトークイベントを企画。その後、チェキ会を開催。うん、えー全額 IP のもとに、会場費がかからない公演とかであったら、5万円以上の儲けが出て、IP は黒字になるのではないでしょうか。 IE マストファンは行動力金銭感覚が違うと思うのでいけると思います。融資お願いします。え何稼働性ってこと？<laughs> <laughs> いや村上が5万円失っても損がないようにイノムーが動いてくれるってことよえ？でもそれってさ確実じゃないやん。うん まあ言ってるだけかもしれないけど。私公演とかっていうのもさ、うん、許可取らなあかんからさ、<laughs> そう、許可取りとか大変やねん。で、許可取るのにもお金いるからな。普段からそれぐらい喋って <laughs> <laughs> マジで流暢に。嬉しい私は、ここへ来て。<laughs> <laughs> こんなに、こんなに排水の死になると喋ってくれんねんな。喜びすら湧いてるよ、私。ラジオネーム、ミータロ。えー、融資についてのお願いです。そろそろ夏用のひんやりするベッドシーツを買いたいです。うん、できるなら一緒に住む父、母、娘たち、二歳の犬の分も私が買ってあげたいので、5万円融資していただけないでしょうか。えー、村上さん、来週の体重測定頑張ってください。まだいけます パワーあの、そ結局、そういうな、シーツ買ってもな、<laughs> エアコンはつけんねん。だからな、そういうシーツ代がもったいないから、うん、もうエアコン代で、うん、ちょっと高なってもエアコンで頑張った方が嫌で。うん。いや、でも応援してくれてるで、最後。来週の体重測定頑張ってください。ま、できます、パワー。ひとごとやん。うとしわ。<laughs> そんなんで頑張れたら、痩せてるっちゅうねん。 <laughs> じゃ、それやったらさ、じゃ、それやったら、人事やんとか言うんやったら、もう誰にも相談せずにひっそり痩せたらよかった。何最後、パワーって言って。<laughs> 全然、何のパワーもない。<laughs> な、パワーって。<laughs> <laughs> 何な<の>んまこっちだけ。みんな。<laughs> はぁめちゃくちゃ言ってんだよ。え、もっと有効的な勇士があるやろ。勇士にしても。わなんかほんま。 もうなんか失うもんなくなった人ってこんな強いんやな。<laughs> <laughs> ええー、来てます。ラジオネーム、食べコドゥドゥブツ。ええー、あんたの好きなやつやで、ね、ドゥブツとかいつも楽しそうに呼んでるやん。うん、うんな。内容によってはな、なん、えー、や、丁寧の。な、えー、んで丁寧に。<laughs> 私事ですが、先日インターネットでハライチ岩井さんが着用されていたジャケットを見つけ欲しいと思って即購入しました。入金応援、一週間待てど暮らせど発送の連絡が来ず、電話で問い合わせると現在使われておりませんのアナウンス。ええー、私は人生で初めての振り込め詐欺に会いました。ここで 村上さんのダイエット失敗資金をかわいそうな私に、え、いな、詐欺に引っかかるようなバカな私に融資していただけないでしょうか。えー、全額とは言いません。振り込んだ1万5000円だけでもお願いできないでしょうか。ご検討のほどよろしくお願いいたします。嫌です。 うちが別にその岩井さんのファッションが好きじゃないからです。でなんでそんなこと言うね。<laughs> 関係ないやろ、今。振り込め詐欺にあっちゃったという。だって前なんかスカートみたいなの履いてたよね、うん。まあ、ちょっとね。うん、あの、一個上のオシャレというかうん、うん、岩井さん的ファッションやね。結構、うちは、しんどいなと思ってたけど <laughs> 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 なんな、ほんま。今日引退するん <laughs> <laughs> おき、おきみげみたいな、どんどん、どんどん言ってますよ。<laughs> えー、ラジオネーム、カ女ンチョ3丁目。えー、村上さんにお聞きしたいことがあります。スペインから帰ってきて1週間が経ちますが、うん <laughs> えー、スペインへ食別前と比べ、ハズバとの関わりで変わったことありますかハネムーン中だけ仲が良くなるのかそれとも帰ってきてからも仲の良さは持続するのか新婚旅行がどれほど有意義なのか人生の先輩として教えてください。うん、別に普通。<laughs> 変われへん、ね、まあ当日は祝ってくれた誕生日とか祝ってくれたしうんって感じもうだ今日はちょっともう <laughs> 村上はダメかもしれませんね、うん、ちょっと何を言っても聞く耳はちょっと持ってもらえないかもしれないえこれ融資よくなかったらその使い道の5万円は戻ってくるよね戻ってはこないですよえなんで <ん>一回、うん、その、ま、あ融資募るけど、うん、いいってうちかならないと、うん、やっぱりその払いたくないし、うん、ああ使ってほしくないやん。うん、で,でもあんたが痩せられへんかった時点でもうあんたの10万ではないからね。え今どこに溜まってるん誰が持ってるん番組。番組って何 <laughs> <laughs> 我々の愛す、愛する MBS ヤングタウンですよ。 の、の、誰が持ってんのお金は5万円。番組。え、番組の、どこの部分にあるん <laughs> この部分って何ですかどこに一なんの、何の金庫に入ってる金庫っていうかもうここにありますよ。え店店 <laughs> <laughs> こばふん踏んだくって逃げんのここにまあもうありますよ。<laughs> 貸してよ。貸せへんよ。そこに10万入ってる。ここに10万は入ってますけど、うんうん、これはもう別に返さないですよ、絶対。絶対 うん。痩せへんかったらね。痩せたら帰ってくんのよ。あ、じゃあ、来週。うん。痩せてたら。十、うん、10万戻ってくる ?10 万は戻ってけへん。なんでやねん <laughs> いやいや、五万もう失ったやん。なんでやるごま万失ったやん。まず。え、どうしたらいいん痩せたらええねん。<laughs> なんでもう映ってないみたいな顔してんの。どうし映ってはあんねん。痩せたらええねん。え うまっって言うても分かった分かったもうあれやでじゃあ来週のゲスト誰か呼んどきやけえへんのけえへんもう病気になってるからえ病気になるってことは頑張って痩せたってことそうそうそう、痩せてじゃあ戻ってく病気になってじゃあ戻ってくる戻ってこらへんもう単独も出られへんしもう m ワ1も出られへんでいいよ別におもろいからいや いいねんな。え,えもう、もう解散、ええ解散みたいな。もう、もう、一応が病気すぎて、ええうん、もう、戻ってこれませんってなって、ええ,うん、ええよ、それをずっと YouTube で撮るわ。うん、<laughs> ドキュメンタリー撮るわ。うん。持ち込むわ、ネットフリックスに。嫌って言うで。うちが。<laughs> 言っても勝手に回すよ。<laughs> 誰が、誰が撮んねんな。私が撮るよ。 いや、今度って。引っ越しするわ。もう地方引っ越しするからもう来られへんようにしたねいえよ、別にそれは。村上はどこだ、あの、ドキュメンとか。村上は消えた、村上はどこへ。絶対見つからんとこ行ったいいよ。もうカナさんが怖い、もううち廃墟住む。住んだらええよ。来られへんもん。住んだらええよ。全然いっぱい。いいよ。お化け。うん。それ回スは全部。スさんとって。 <laughs> だ,かだから来週ね、来週、頑張って痩せたらいいええやん。結局、うん、結局それそれでこんだけ言ったのになんかさ、うん、これはどうみたいな、ない違う違うやってみたらええやん。じゃあ、これはどうとか、うん、その交渉すんのは、100歩譲って来週やで。だってまだあんねんから、作が。うん じゃあ何歩か譲って <laughs> だから、その今、その会話のやり取りすんのが来週ね。痩せ来週100歩譲ってもらって、<laughs> 今日は何歩か譲、10歩ぐらいは譲るってまだ痩せれるから。帰ってくるから。<laughs> から来週譲らんでいい可能性があんねん。100歩じゃなくて。来週100歩譲らんでいい可能性が出てくんねんから。いや、ない。<laughs> いや、これ、ね、で、ここで、自暴自棄になって、痩せ、うん、痩せへん、1ミリも痩せる努力をしませんでしたっていうのは違うで、うん、いや、でも、来週来たとしたら、うん、多分もう痩せてないねん。なんでえ、その、1週間で3キロも。痩せるでも47キロ台あたりってことじゃないって言ってたよな。まあじゃあもう47キロ台でいいよ。 いいのうん、いいよ。そこはじあ、じゃ、じゃ、今の10歩譲ったってことになるけど、いい <laughs> <laughs> 喜ぶとこやで。<laughs> なんで、え、なるけどいいってのに、ありがとうやで。10歩譲ったっていうことになるけどいいどういう意味なあ, <laughs> <laughs> ありがとうっていうとこやで。譲ったり、ね。<laughs> 今10歩譲ったこれか,ら10歩か、譲ったりとか。あ、47。 切らなくても4 7七キロらやったら4 7 9点九でもいいよ。いいよ。じゃあ今の10本もらいます。<laughs> はい、あげましたよ。はい。じゃあ、じゃあ、じゃ、うん、まだ分からんわ。分からんねんな。うん、で、痩せんねんな。はい。はい。はい。結論。はい。えーっと、痩せる。<laughs> <laughs> 最初からそう。最初からそう。言えや 1時間15分も喋るような話かこんなもん <laughs> いやだって納得ができひんかってもう何もかも何がよ<で>、うん、今も全然今もちょっとできてへんけど、うん、今その49キロ台で OK でもうじゃあ許します ちょっと待って、何 ?49 って何びっくりしちゃう。47やで。何をどさくさに紛れて49って言ってんのえ ?47 や。ちょ、っとそれちゃんと言っとかがまたこんなんなんでなれへんよ !47! 全然てて来週またこんなんなるからなれへんよちゃんと言っといてくれよなれへん。じゃあもう来週この音声から始めよう。<laughs> <laughs> 47.9でもいいです。47キロ台。47キロ台。はい。47.9でも OK。10歩譲りました。もう洗脳やん。<laughs> 何かな <laughs> 何が10歩譲ったんやでうん。うん。うん。もう何歩か。いえ、もうそれはさすがにそれはないけど。まあ、歩き疲れたのはしんどい。私は参加してな、うんはい。 そのやっぽに。<laughs> なる気疲れたんてなん。私的な言い方しようとして。<laughs> コーナーに行きます<や>えーっとー、ごめんなさい。軍団対決は持ち越しとなりましたので、ちょっと、こもごも日記をね、やりますので、すいません。皆さん、えー、先週送っていただきました。行きましょう。こもこも日記。トーンが違いすぎるな。<laughs> 同じ日の同じ時間でも人の感情は引きこもごも毎週時間を指定してその時にやっていたこと感じたことを書き綴り最後にその一生を彩るちなみに情報を入れた日記を送ってもらうコーナーですこもこもこもの村上さんには <laughs> 発表された日記の中で一番心がこもこもした日記花丸日記を選んでもらいたいと思いますはい <laughs> かりました読んで読んで,読んでお任せくださいって読んで、はい、分かりました、えー、今週の指定した時間「こもごもどきは」は、えー、前回できなかった6月9日木曜日、えー、午後、えー、9時ですね21時となっておりますさあちなみに顧問は、えー、何をされてたでしょうかえっ、ー、どうも分からん <laughs> <laughs> 覚えてない。覚えてないですかねちょっと、ごめんなさい、コモンは。私はですね、あの、ラランドの単独ライブを見に行っておりまして。さあ、それでは参りましょう。今週の、こもこも日記。ラジオネーム、えー、下沼ドミコ。えー、駅で、そうだ、京都行こうのポスターを見かけました。真っ黒な背景に、空屋商人の仏像があり、 なんで口から仏像が6体出てるでしょうみたいなコピーが書かれていたんですが、空也という文字から昔付き合っていた友也という彼氏を思い出し、口から出ている仏像も散々言ってもやめてくれなかったタバコに見えてきて、だんだん腹が立ってきました。ちなみに、友也と京都に旅行に行った時、 彼は人力車は高いからと言って、避け続けるくせに、試食のやつはしはいろんな店で食べまくり、ズうずうしくお茶までもらっていました。いやですね、これはー、くうやからともやはね、まあそうか、いやだけ一緒やけどね、なんか連想ゲームでそういうの、思い出、携帯いじってる。<laughs> 携帯知ってるやん。聞いてたなあ。あ。ドミコのお便り聞いてた。聞いてた聞いてたどうどうまあ、なんか、な最悪。わかる。コモンコモンねそう。まあ、空屋商人からその昔の友屋っていうね、思い出したっていうお便りでございました。さあ、続きまして、ラジオネーム、ハギョドン。 えー、肩に香辛料を入れて、えー、ご飯を食べることで汗をかくことがマイブームの私。えー、今も例に漏れず、今日も、えー、一味を、血脂量入れた縮みを食べていた。ふとおならをすると信じられないくらい痛みを感じた。びっくりして調べてみると、えー、唐辛子に含まれているカプサイシンは粘膜を傷つけるらしい。うん、ちなみに、 私は、酒、タバコ、男、すべてやらないので、これぐらいの刺激は必要だと思っています。なるほどね。いますよねもう、どんなのにも、あの、辛いのを入れちゃうみたいなね。うん。アイピーはどうですかは、そこまで、あんまり。まあまあ、柚子胡椒とか好きです。<laughs> 柚子胡椒は好きですけど、あんまりそのカプサイシンの影響とかはそんなに。 辛いのはないかなうん。酸性とか苦手です。酸椒、うん、とか苦手。知識増えたね、みんな IP の。嬉しいね。さあ、続きまして、参りましょう。えー、ラジオネーム、えー、太陽と花毛のおじさん。おじさん来ました。部屋で、村上春樹の新作を読んでいます。一行を読んでは、せやけど、今日の夕方キックベースした時、二回表に僕がエラーをしまくって、10点取られて負けたなぁ、と思い出します。 また一行読んでは、せやけど5回裏にスケットに来てくれた中学生が大活躍して10対6になったな、と思い出します。また一行読んでは、僕の打席で試合終了やったな、と思い出します。今日はもう読むのをやめます。ちなみに、最近は楽しい思い出を思い出すのに忙しくて、1ヶ月前に買うたのにまだ80ページです。 で、集中力がないんですよね、多分ね。なんかこう、まあ、さっきの連想じゃないけど、なんか読んじゃって、その単語から連想される事柄とか思い出しちゃうんでしょうね。そういうことあるよね。集中力はない。集中力がね、1ヶ月で80ページって。進んでないね、これは。わからんけどね。本読まんから。くさくさしてますね、すごく。えー、ラジオネーム、ちちぶりりん姉妹もどき。 幼稚園での発表会の前日、子供が熱を出した。ママ、明日は元気になるように神様にお願いしてね、と言われたので、OK と約束して寝かしつけた。ちなみに、うちの子はおじいちゃんを神様だと勘違いしています。すこぶる元気な石田純一二の70代です。なるほど。まあ、神様っていう時におじいちゃんを描いてるっていうことやね。うん まあまあ、千人みたいなことなんじゃん。なんかちょっとね、なんか髭が長かったりとかして、フォルムがちょっと今後するんですかね。うんうん、そうやろ。わ <laughs> かんない。わ <laughs> かんないですけど、もしかしたらそうなのかなっていう。まあ大体そうやろ。大体そうですかね。うん。っていうことで、可愛いらしいですね、これは。熱が下がればいいですね。うん。続きまして、ラジオネーム家庭。LINE の友達リストを見たら、私には友達が224人いるらしかった。 しかし、トークの一覧を見たら、頻繁に稼働しているのは家族含めて10人前後だった。もう絶対連絡しない人もいるし、連絡先の整理をしようかなと思った。でも、いつの間にか名字が変わってて、結婚したんだとか、アイコンが赤ん坊の写真になってて、子供が生まれたのか、という人が何人かいて、当たり前だけど、この LINE の一覧の奥には、それだけの数の人生があるんだなと思った。 とりあえず今日は連絡先の整理をやめて、そのままにしておくことにした。ちなみに、これは私の偏見ですが、アイコンを加工アプリで撮った自撮りにしてるやつ、回らない寿司屋で出てきた寿司を一貫ずつカメラに収めた後に、美しいっていうコメントを添えて SN、SNS に写真上げがち。ということでしたね。どうですか、これはいや、うち絶対今日お寿司食べるから。<laughs> 聞いてない。 聞いてないいこの家庭の子供 <laughs> その寿司寿司の話じゃなくて寿司って出てきたまあまあ出てきたけどね、うん、これはどうですかそのお寿司を取り取りがちっていうやつ美しいっていコメント書きがちっていうのに関してはいやじゃ司お寿司を今日食べるお寿司 <laughs> お寿司食べ,食べんねんな、うん、今日もお寿司は写真も撮ろ写真も撮ろ <laughs> な うん、いや、わかれへんな、写真もお侍ちゃんにもらったビールとかも写真に撮るしな。うん、お寿司の方が取りがいはあるかもしれないな。うん、さあ、ということでございまして、以上でございますけども、この中で特に心に響いた花丸日記を選んでいただきたいと思います。今日も、誰かに、あの、言ってくれるんですかねはい。えーうん、日記飴です。日記飴どうも。日記飴ですか ちゃんが来てくれたんですかあめちゃんですあめちゃんがなめるだけなめたらええやんけ醜い私をはいおいしいけどねうんうん好き嫌い激しいけどねまあなめなめたい人はいるよねずっと日記あ好きな人はじゃあちょっとあの選んでくださいはいはい今日は全部です全部よかった ことですコーツつけがたいですさまざまなみんなこもごもしたことがありましたけどもさあまたねみんなぜ全部選ばれるように頑張ろうね さあ、来週の指定する時間、こもごも時は、6月25日日曜日朝10時とさせてもらいます。え、6月25日日曜日朝の10時でございます。え、日曜日のね、休日の朝になります。たくさんの応募お待ちしております。以上、こもごも日記でした。ここで一曲お聴きください。山中拓人でタイニーダンサー。 ご存知ですか歯,磨き前の新習慣歯ブラシの前にまずは歯間ブラシで歯の隙間汚れをかき出すことが大切ですこれからは歯間ブラシをしてから歯を磨くのが当たり前歯磨き前の新習慣歯間ブラシはデンタルプロ 飲んで直す用途で選べる「胃袋リシリーズ」横山製薬ララジジオとススママホが合体ラジスマ突然の地震母に電話をかけました「もしもしお母さん大丈夫?」停電の中そのスマホでラジオを入れると「落ち着いてください安全を確保してください」いつもの声が心強かったララジジオ付き携帯電話ラジスマ民放ラジオのおすすめです。 寺島純太と得意空の。小説家になろうナビサードブック。僕たち声優二人がナビゲートする三十分。ナロー作品の魅力届けます。毎週気になるストーリー展開、一緒に覗いてみませんか。小説家になろうナビサードブック。毎週日曜日夕方五時十分から。ツイッターのフォローもよろしく。 この番組は地中海を一望。仕事休んで遊んじゃえ。マリンスポーツクラブ、橋本パラセーリングの提供でお送りしませんでした。ふてくされたら関西弁強なんねや。<laughs> <laughs> 新しい発見がありましたね。<laughs> さあ、ということで、えー、次回収録は6月27日、えー、火曜日夜8時からラジオトークで生配信しながら収録いたします。うんえー、来週は月末恒例、登坂アナの B 面フェイクニュースがありますので、皆さん、えー、忘れなきよう6月24日土曜日中をめどにお送りしてください。そして、えー、来週ですね、村上が、えー、痩せれたかどうか、えー、体重測定が、えー、やってまいります。 ちょっと待って、なんか、え、うん、うちって痛いた。